視聴者参加型ガンダムランキング最強のモビルスーツランキング宇宙世紀編結果発表。投票総数12票。第1回にして初の試みだったため0票も覚悟していたのですが、12票というランキング投票をしていただき非常に感激しております。投票してくれたガンレイチャンネルリスナー、略してガレナーの皆様、本当にありがとうございます。今回のランキングは投票数的にも完璧なランキングになっているとは言えませんが、ガレナーのみんなが投票してくれた熱いランキングになっております。ランキングはガレナーが投票してくれた最も素晴らしいステータス数値に、そのモビルスーツに投票された1票につき10ポイントを加算してランキングを作成。またランキングの発表に関して、非常に素晴らしいステータス数値を考えて投票してくれたガレナーの名前とステータス数値を発表していきます。それではランキングの発表です。第8位、シュツルムガルス。かつてアクシズのネオジオンが開発した地球侵攻用モビルスーツ AMX-101 ガルス J をベースに開発された機体。シュツルムガルス最大の特徴は、外部装甲の徹底的な排除だけでなく、航行用推進機、つまりスラッサーすらも排除するという限りない軽量化を施しているところにある。その軽量化率はベース機であるガルス J の 50% 以上もの軽量化を果たしており、標準装備に関しても蛍光火器といった装備も一切排除されている。これは多機種の装備類を流用することを目的としており、ただただ軽量化に特化した機体に仕上がっているとともに、ファンの間では何の目的で開発されたかわからない、宇宙空間で推進機を外して出撃は謎すぎるなどの声が上がるほど異質な特徴を兼ね備えている。一説では搭乗者の生存率を下げるほどの装備の排除を伴う軽量化を実行していることから、特攻兵器としての側面が強いのではないかという見方もされている。劇中ではマグネットアンカーでネイルアーガマに取り付き、 MS-18E ケンプファーが装備していた特殊兵装チェーンマインを使用。肩部にマウントされたスパイクシールドによる近接格闘戦によって、地球連邦軍エコーズ所属コンロイハーゲン戦のノルジェガンと交戦し圧倒してみせた。パイロットはネオジオン残党軍袖付きの古参パイロットビラン・チャベアが務めている。 ZX ハリウッド機さん、素晴らしいステータス数値とシュツルムガルスに日の目を当てる投票ありがとうございます。第7位、クロスボーンガンダム X1 フルクロス。クロスボーンガンダム X1 スカルハートにさらなる改修リペアに加え、フルクロスという強化装備をマウントさせたクロスボーンガンダム X1 が到達した最終決戦仕様とも言うべきガンダム。パイロットはクロスボーンガンダムシリーズの主人公であり、優れたニュータイプ能力を開花させたトビア・アロナクスが務めている。本機の最大火力は9発のビーム砲を広範囲に同時発射する特殊兵装ピーコックスマッシャー及び実体験型の本体外円部にビームエミッターを計14機配置し、先端部には高出力のビームガンを内蔵したマルチプルウェポンムラマサブラスターであり、特殊な武装の豊富さと火力の高さを誇っている。防御面に関しては非常に強固であり、強化装備フルクロスは ABC マントを何層にも重ねることで完成させたものであり、さらにショルダーアーマーとして追加されたスカルヘッドユニットにはアイフィールドジェネレーターを搭載。 ABC マントの特殊機能に加え、アイフィールドとビームシールドを合わせた耐弾性防御力は宇宙世紀屈指を誇っている。 F91 の流れを組むクロスボーンガンダムシリーズはサナリーにおける型式番号も F97 であり、その機体構造や武装に関しても F91 の発展型として非常に優れたモビルスーツに仕上がっている。岩田和馬さん、素晴らしいステータス数値ありがとうございます。第6位、 F91 1票。新世代型サイコミュデバイスバイオコンピューターを搭載し、宇宙世紀においてモビルスーツの小型化かつ高性能という両立を実現した
新たな礎を築いたガンダム。パイロットは初陣で3機のモビルスーツを撃破し、 F91 に乗って数日のうちにクロスボーンバンガードの敵機と互角以上に渡り合うとともに、最終的には鉄仮面の乗る巨大モビルアーマーラフレシアを撃墜するというアムロレイを超える適応力と急成長ぶりを見せたシーブック・アノーが務めている。 F91 の最大火力であるベスバーはビームシールドを貫通するほどの威力を誇り、防御面に関してはビームシールドを装備、小型モビルスーツという長所を生かした機動力と運動性、さらにはバイオコンピューターの搭載と最大稼働時に発生する MEPE の副次的効果、質量を持った残像を発揮することができる。サナリーのフォーミュラー計画によって誕生した F91 は、宇宙世紀において攻守のバランスが非常に充実した機体に仕上がっており、新たな機体構造や特殊機能も有していることから、後のビクトリーガンダムへの礎を築いた優れたガンダムだと言える。ボケさん、素晴らしいステータス数値ありがとうございます。そしていつもコメントありがとうございます。最高のガレナーの一人です。同率第5位サザビー、投票数1。攻撃力は腹部ネガ粒子砲など攻撃力を重視した機体のため9点。防御力は重装甲だが、アクシズ表面への激突時の描写を考慮して7点。運動性、機動性はニューガンダムより劣るため7点。パイロット技量はアムロを最高点とするとシャアは9点。そしてアビリティは劇中のサイコフレーム描写から判断して7点。合計39ポイント。モビルスーツ単体の性能ではニューガンダムよりサザビーの方が上であり、パイロット技量やアビリティ、ニュータイプ能力で言ったらアムロに軍配が上がると思う。三つ上葉さん、素晴らしいステータス数値と推察投票ありがとうございます。サザビーは新生ネオジオン総帥シャーアズナブルの登場機であり、当時のジオン広告系モビルスーツの全ての技術力を結集し開発されたフルスペックモビルスーツとして赤い彗星最後の機体となった。サイコフレームの搭載とファンネルの装備、ビーム兵器主体の本機は全身赤いカラーリングに、新生ネオジオンのフラッグシップ機として高火力重装甲の両立という高性能を獲得するとともに、永遠のライバルであるアムロレイと決着をつけることを望んだシャアの愛機として、シャアの反乱と呼ばれた戦乱を戦い抜いた。同率第5位ニューガンダム、投票数1。攻撃力はビームライフルにハイパーバズーカなど非常にオールラウンドな武装に加えてフィンファンネルが強力なため7点。防御力はアイフィールドもあることから少し高めの6点。運動性やパイロット技量はアムロとの組み合わせで最強クラスに匹敵すると思ったので8点と10点。アビリティはサイコフレームが引き起こすアクシズショックなどの描写から8点。やっぱりニューガンダムとアムロの組み合わせが最強。ATBASMR さん、素晴らしいステータス数値ありがとうございます。シャアの反乱と言われた第二次ネオジオン戦争において地球連邦軍所属のロンドベル隊のフラッグシップ機となったのが RX93 ニューガンダムである。アナハイムエレクトロニクス社製造のもと、かねてより新世代のガンダムタイプの研究開発が続けられていたことに加えて、連邦軍のエースパイロットアムロレイの独自設計案を取り入れた結果、3ヶ月という非常に短期間での完成に至っている。短期間でのロールアウトにこぎつけた急増機という印象の強いニューガンダムではあるが、アムロのパイロットセンスとサイコフレームの内蔵、後方一体のサイコミュ兵器フィンファンネルを搭載した本機は非常にバランスの取れた最強クラスのモビルスーツに仕上がっている。第4位ザンネック、投票数1。攻撃力はミニカイラスギリーとも呼ばれる戦略兵器級の圧倒的な火力、それもサイコミュの補助があるため超長距離からでも極めて正確な射撃能力を誇る上、作中では成層圏外から
地上の基地を壊滅させるという離れ技すら可能にしていたため実験。防御力はこの時代のビームシールドだけでも圧倒的な防御力を誇る上に、両肩部から強力なビームバリアを展開可能。しかしビームバリアの展開範囲に死角が存在する点と、作中のボトムアタックの攻撃で比較的あっさり損壊しているので、本体の強度はそこまでないと判断し、やや低めの6点。機動力、運動性はザンネックベースの推進力で単独で大気圏離脱を可能にし、アナザー作品を除けばこれほどの推進力を誇る機体は他作品にほぼ存在しないため、機動性という点は高く評価。しかし運動性能に関しては、作中描写や大型機であることを考慮して、 V2 や同世代の超高性能機よりは劣ると判断し9点。パイロット技量は本編の活躍からして V の時代では最強レベルのパイロットであることは明白。しかしアムロなどの歴代の最強ニュータイプたちにはさすがに及ばないと判断して7点。アビリティは超長距離の正確な狙撃を可能にするサイコミセンサーと機体の相性は抜群。モビルスーツ同士の戦闘という小規模な話ではなく、ザンネック本来のコンセプトである戦略的運用を考えれば、宇宙世紀作品でこれほど強力な機体とアビリティの組み合わせは他に存在しないと思ったこと。加えて旧時代の作品よりも発展型のサイコミュである点を考慮してやや高めの8点。作中では苦手な近接戦闘で V2 に敗北し撃墜されていますが、戦略的運用という点では宇宙世紀でも最強クラスの機体。マサさん、素晴らしいステータス数値と考えられる全ての要素を考慮した推察ありがとうございます。そしていつもコメントありがとうございます。最高のガレナーの一人です。第3位、ガンダムフェネクス、投票数1。測定不能の機動性や出力にパイロットのことを考慮しなくてもいい戦闘機動を行えるアームドアーマー DE やサイコフィールドの防御力、ジェネレータを分解する謎衝撃波にネオジオングを切り裂いたビームトンファー、もしかしたらサイコフレームの謎効果でメガキャノンも強くなるかも。パイロットの異常性にほぼ全振りした機体だが、一部のアナザーや宇宙世紀にフェネクスを超える機体はいないと思う。スパーマゴリラさん、素晴らしいステータス数値と推察ありがとうございます。パイロットであるリタベルナルの魂と融合を果たしたガンダムフェネクスは、人知を超えた超常的な力を発揮できるシンギュラリティ1、つまりユニコーンガンダムと同じ技術的特異点と呼ばれる特殊機能を発揮。蒸気を逸する機動性と運動性を有しており、推進剤を必要としない上、パイロットを乗せていない分、その速度はレーダー上ではあるが光の速さに匹敵するとまで言われている。またサイコフィールドを発生させ、マニピュレーターから放たれる光の波動を放出し、その波動に触れたモビルスーツなどの対象を分解させるという、まさに一撃必殺の力を有している。第2位、 V2 アサルトバスター、投票数1。攻撃力、防御力は最強クラス。ただ運動性と機動性はリアルに考えると、劇中では速攻で被弾していたため6点。パイロット技量はウッソもニュータイプレベルや技能も高いが、アムロを最強として考えるとウッソは8点が妥当。アビリティはミノフスキードライブと光の翼が強力すぎるが、完成品ではないため10点ではなく8点。ボスナー Z さん、素晴らしいステータス数値と推察ありがとうございます。言わずと知れた宇宙世紀における最強モビルスーツ、アサルトパーツとバスターパーツの2種類を同時に装備したことによって圧倒的な火力と防御力を獲得。最大の特徴は本機に搭載されたミノフスキードライブユニットであり、これによって 15.5 メートルという小型化を実現しつつ、高出力高機動を獲得し、さらにミノフスキードライブユニットが引き起こす副次的効果、光の翼は攻撃と防御両方の機能を有するなど驚異的な性能を誇っていた。
第1位ユニコーンガンダム投票数3、コロニーレーザーを相殺するという時点で異次元すぎる。ビームマグナムが強力なのとシールドファンネルが攻防一体に加えてアイフィールド持ち、機動性もデストロイモード発動時の加速力は群を抜いているため発展。バナージ自体の技量はあまり高くないと思うので5点にしたが、インテンションオートマチックと全身サイコフレームが生み出すサイコフィールドとサイコジャックは最強だと思うので10点。カマタクチャンネルさん、素晴らしいステータス数値と推察ありがとうございます。総投票数12のうちの4分の1である3秒を獲得するという誰もが認めるチートモビルスーツユニコーンガンダム。ガンダムフェネックスの兄弟機として全身サイコフレームで構成されているユニコーンガンダムは神の器とも呼ばれるとともに、強力なサイコフィールドを発生させそれが生み出す超常的な力はサイコミュジャックに加えてコロニーレーザーの相殺など桁違いの性能を発揮。ラプラス事変で発揮したサイコフレームによる力によって前述の通りコロニーレーザーを相殺するなどの陣地を超えた超常的な力を発揮したことからシンギュラリティ1、技術的特異点と呼ばれるようになった本機はファンの中では最強と呼ばれているほど高い性能を誇っている。以上が視聴者参加型ガンダムランキング宇宙世紀編の結果になります。第2回視聴者参加型ガンダムランキングを実施します。次のテーマは最強のモビルスーツモビルアーマーランキングシード編です。シード、シードデスティニー、公式外伝のアストレイ系などの中で最強の機体はどれなのか、ガレナーのみんなと熱いランキングを作成していきたいと思います。詳しくは11月1日配信予定の告知動画までお待ちください。今回投票してくれたガレナーのみんなありがとうございました。そしてこの動画を見て投票してみたいと思ったガレナーのみんなも第2回ではぜひ投票してください。以上、第1回ガンダムランキングを終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。